新蟹検車場は、かつて、岐阜県蟹市下江戸に存在した、名古屋鉄道の車両基地である。犬山検査場の発出検査場として、広見線新蟹駅の構内に存在した。八百津線のレールバス専用の検査場であったが、2001年10月1日、八百津線廃止に伴い閉鎖された。新蟹検車場は、八百津線の起動車化に伴い、 レールバスや警戒機動車の日常を点検を行う施設として開設され、同時に車庫と給油基地も兼ねていた。新加入駅一番線に隣接しており、広さは約145平方メートルで、木ハ10型では3両、木ハ30型では2両の留置が可能であった。設備が限られていたため、車両検査や改造は犬山検査場で行われていた。 燃料タンク容量の都合上、レールバスは日中に、一旦新加入検車場へ引き返して給油する必要があった。このため、三鷹駅、八王子駅方面と新加入駅を直通する定期列車が昼間に一往復運行されていた。2001年、八王子線廃止に伴い機動車の運行がなくなったため、閉鎖された。設備は2006年頃に解体されている。 宇佐美明、車両保守体制と、車両基地の概要、鉄道ピクトリアル第624巻、電気車研究会、1996年7月、46ページ。油、原誠、車両工場、検索の概要であった。ありがとうございます。